本機に外付けハードディスクドライブを接続する前に、ホームページの対応している外付け USB ハードディスクと外付け USB ハードディスクについてのご注意を必ずご確認ください。外付け USB ハードディスクを本機に接続する。本機後ろ面、ハードディスク専用の USB 端子と外付け USB ハードディスクを USB ケーブルで接続します。ハードディスク専用以外の USB 端子につないでも動作しません。またハブ経由でも動作しません。外付け USB ハードディスクを本機に登録する。リモコンのホームボタンを押してメニュー画面を表示させます。メニュー画面の設定から本体設定を選択し、決定ボタンを押します。本体設定より外付け USB ハードディスクドライブ設定を選択します。続いて USB ハードディスクドライブ登録を選択します。初期化して登録を選んで決定を押します。外付け USB ハードディスクは初期化されます。初期化をすると内容はすべて削除され復元できません。外付けハードディスクドライブ内にデータがある場合は必ずバックアップをしてください。USB ハードディスクドライブの名前変更が表示されますので、いいえを選択して決定ボタンを押します。外付けハードディスクドライブの名前を変更する場合は、はいを選んでお好きな名前を入力することができます。以上で外付け USB ハードディスクの登録は完了です。閉じるを押してホームメニューに戻ってください。録画予約の録画先を外付け USB ハードディスクに設定する。リモコンのホームボタンを押してメニュー画面を表示させます。メニュー画面の設定からビデオ設定を選択し、決定ボタンを押します。予約録画、録画先初期値を選択します。録画先を USB ハードディスクドライブに設定してください。以上で録画予約の録画先をあらかじめ外付け USB ハードディスクに設定できました。